い、どうも藤本動画藤本です。本日もまた藤本動画アップしていきたいと思います。今日はですね、今年に入って初のねお仕事がありまして、年末、去年年末にねちょっとあの股関節のね人工関節を入れる手術をしてからずっとあの休業中でね、お仕事をしてなかったんですけども、今日ね、今年初で、手術後初のねお仕事ということで、午前中ねちょっとね撮影の仕事をしてきたんですけども、まああの1時間半程度でね撮影の方終わりまして、時間が空いたので、またねちょっと野鳥撮影の方ねやってきました。で今回ね、ね動画の方はね前回の動画の方でご紹介してますこうねソニドリというねドットサイト、こちらの方をね、こうエツミのね、こうドットサイトブランケットをつけた状態でちょっとセッティングしましたんで、これでちょっとね野鳥撮影をねちょっとやってみようかなと思いまして、今来てるのがね、東京都板橋区の、船渡りっていう場所なのかな、船渡りっていうところの地名で、浮間公園っていうね公園の方にね、これたまたまねちょっとナビでね探して見つけたところなんですけど、そちらの方にねちょっとやってきてみました。ででっかいねあの池が、ね、ありまして、でちょっとねこのレンズの先の方にねカワウがいるんですけども、そのねカワウに、こうね光軸合わせてドットサイトをねとねこうシンクロさせて今ねセッティングできたので、これから撮影の方をねしていこうかなと思っています。はい、非常にねのどかでいい感じですね。時折ねなんかなんだろうね向こうの方にねこう白い鳥がいっぱいいるんですけど、それがねバーッと飛んだりとかねするんで、まあ、それがね飛んでるとこをちょっとねうまく抑えられたらいいなと思うんですけども、まあなかなかねちょっとドットサイトもねまだ全然、初めて使うんで、あ向こうでねあ鳥飛んでくる、ね、こう向かってくるの分かりますかね、鳥こんな感じでね飛んでくるんですよ。そう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 、でこういってね飛んでるところを、ちょっとね写真に収められたらいいなと思っています。はい、今回ね野鳥撮影用に初めてドットサイトというものをねちょっと購入して使ってみてるわけですけれども、今回ね僕が購入したドットサイトがセオドリっていうねメーカーさんのドットサイトプロというね商品の方を今回使っています。でセッティングとしてはねエツミのねドットサイト用ブラケットの方をつけまして、それにねセオドリのドットサイトプロをセットして、で一応両眼視両目でね、こう右目の方でファインダーを覗き、左目の方でねドットサイトを覗きっていうようなね、そういう形でね撮影できるようにちょっと、セッティングしてみたんですけども、これがねなかなかちょっとそのなんだろうね、まあ高さがね厳密にねドットサイトの方がそのブラケットを使ってもちょっと若干ねファインダーより低かったりとか、まあ、そういった問題もあり、あとはまあ幅ですよね。右目と左目の幅をね、こう合わせると、このレンズとね、ドットサイトをね、このドットの部分の、この接点をね、出すのに、ちょっとレンズがね、こう、邪魔になっちゃったりとかして、で、少し離すと、今度は右目と左目でね、両目でいっぺんに覗くっていうのが難しかったりとか、まあ、いろいろ試行錯誤しながらね、こう設定して、で、まだね、完璧にね、設定できてるわけじゃないんで、これからもどんどんね、煮詰めていかなきゃいけないんですけれども、結果的には、まあ、まだね、両目でね、こう、両方覗きながら見るっていうのがうまくいかないんで、右目でね、本来ファインダー覗く目の方で、ドットサイトの方を覗きながらね、今回撮影してて、なのでね、フォーカスがね、ちゃんとピントが合ってる、フォーカスをね、ソニーのね、α7R5 の、AIF の鳥被写体認証の方でね、起こってたんですけども、AF が使われる前にね、シャッターを切ってしまったりして、結構ね、ピンボケ写真なんかもね、ピンボケっていうよりももともと全然フォーカスが合ってない写真っていうのもね、結構いろいろ撮ってしまってましたが、まあでもね、しばらくして慣れてるうちにね、慣れてくるうちに、だいたいまあ感覚つかめてきて、で、まあ、わずかんですけれども、まあ、両眼視的なものをね、少しできるようにね、徐々になってきたんで、これからね、どんどん練習していけば、まあ、うまくね、あとはまあ、その、自分のね、この目の幅とかね、あと右目、左目をね、こう、適度な、この使い分けというか、そういったものをね、うまく慣れてくれば、もう少しね、うまく撮れるかなというふうに感じがしてますね。実際問題ね、ドットサイトだけを覗いてても、今ご覧いただいている写真のようにね、まあそれなりにはね、
ちゃんと撮れてるんで、どちらかというとね、そんなに固く難しく考えなくてもね、やっていくうちに慣れていくかなというような印象ですね。あとはドットサイトの重さ的なものも、まあ、初めうちはね、あの三脚の方に乗せてたんで、まあ、全然重さ関係なかったんですけども、まあ、途中であの三脚に乗せてるとね、やっぱり鳥の動きが早いんで追い切らない部分もあったんで、まあ、途中から手持ち撮影に変えたりして、手持ちで持っていたんですけど、まあ、もともとね、レンズとカメラの構成でもそこそこ重いんで、まあ、ドットサイトの重さがね、多少重くなった程度ぐらいじゃそんな差は感じませんでしたね。うん、そこまでね、重さで、すごく重くなって撮影しづらいとかそういう感じは全然なかったです。はい。で、あとは、まあ、感じたことはね、まあそうですね。オープンタイプのね、ドットサイトとか、あとは OM とかね、ニコの他か、出てる、こうね、カパッと開くようなね、あの、モナカタイプのやつに比べて、まあ今回ね、購入したやつがチューブタイプの、ドットサイトになるんですけども、まあこれに関してはね、オープンサイトの方がやっぱりね、被写的にはね、広く撮れるんじゃないかなというので、まあ、少しやっぱりこのチューブタイプは、まあ、慣れるまで、こうね、被写体をね、ドットサイトで、捉えるまでには、少しちょっとね、コツがいるというかね、初めのうちはね、全然うまくこうね、ドットサイト自体の中にもうまくこうね、捉えることができなくて、少し苦労してた感じです。公園のね、ちょっと一番ね、玄関口というか、ね、入り口のあたりにね、ちょっと来てみましたけど、こんな感じですね。はい、ね、正面にね、池が見えますけど、はい、一応ね、なんかそこにね、コメダコーヒーがありますね、本当ね、コメダコーヒーがあって、あとね、向こう側がね、すぐそこがね、もう駅なんですよね。JR の何駅なのかな、ちょっとここからだと見えないんですけども、あとでね、ちょっとテロップ入れとこうかな。はいね、コメダコーヒーがあって、ね、こんな感じですね。はい、ね、ちょっとね、場所移動してきたわけですけども、ちょっと、いいね、ね、ちょっと見えるかな、鳥がね、並んでるとこ、これちょっと写真撮っとこうかな。はい、いいですね、憩いの場所って感じだね。はいね、今ね、公園のね、こうね、見えるかな、ベンチを座ってるんですけども、まあ、こんな感じをね、非常に広々としてくつろいだ場所もね、今来ています、はいね、ここだとベンチに座りながらもね、なんか野鳥撮影できるね、いい感じですね。いろいろ飛んでる。
はいね、すごい近くまでね、こう鳥をね見ることができますね。これねちょっと動画だと分かりづらいかもしれないですけどね、めっちゃ近いですね。はい、でここの公園ね、こんな感じみたいですね。はい、ね、冬だからここか、ゆりかもめなんだね。この子たちはゆりかもめか。でね、冬の鳥ね、つぐみがいて、渡り鳥がいて。カワセミだからね、カワセミどっかにいるんだろうね。あ、こっちは小鳥の森っていうのが奥の方にあるんだね。これもちょっと見に行ってみようかな、後でね。